技術的にターレガの曲は全般的に決してこの商品群は難しい曲ではないんだけれども、それぞれの曲の中に何箇所か非常に音が出づらいとか弾きづらく感じるというような箇所がありますよね。この涙であれば添付した楽譜でいうと5小節目からの展開でしょうかね。特にここのところなんか皆さん苦労なさる箇所、ここの解決方法いくつもあるので、もう一通り全部説明しようと思います。で、最初は最も多く使われる正攻法のパターン、というふうに4弦までの半制覇を連続して使用したものなんです。で、結構皆さんこれに手こずってるんだということだと思うんですね。で、今度はここの部分以外はできる限りジョイントを使わない方法で一旦弾いてみましょう。ほら、ジョイントしてないですよね。ここはしょうがないんですね。で、今みたいにジョイントを少なくする、制覇を少なくするというような、解決方法もあるんだ。あるいはこの半制覇というのは意外に難しい、その自分は全制覇の方がここは楽だという場合、というふうに完全にもう6フレットまでの全制覇で処理してしまうというような方法もある。また半制覇の方法を検討する。半制覇の方法は大きく分けまして、標準的なものはレギュラーグリップ内での人差し指を変化させた、こういう半制覇なんだと。これで行うと、ということになります。で、もう一つの方法は全制覇の形状で手をネックから少し遠ざけることによって行う方法、こうではなくてこういうことになります。ということで、弾きづらく感じたところ、困難であるというふうに感じたところをどういった方法で解決していくのかというのは意外にバリエーションがあるもんなんですね。ね、ではまず正攻法の時の、ポイントというかコツからお話ししていきます。その時でもまず最初のここの形状なんですね、この11-12フレット、これを薬指小指で取るのか、あるいは中指小指で取るのかで人それぞれ弾きやすさが変わると思いますよ。それぞれにメリットがあろうかと思います。例えば薬指小指で取った時のメリットは、
このちょっと抑えづらいというふうに訴える方もいらっしゃるんですけど、ね、ご覧のように正波がフレットのエッジにきちんと入りやすい、ね、これを中指で取った場合は当然肘を開いたこういう傾向になるので、ここは押さえやすくなるんだけど、正波の形状がフレットから離れる形状になりやすい。ただまあこの場合は3弦しか押さえてないですからね、別にまああんまり重視する必要もない。こういうふうに4弦とかは飛び出してしまって3弦のところがフレットギリギリのいい位置に入ってきてくれれば構わない。こうなってる必要はないわけなので、ですからこういうことになります。全制覇的に行うのであればこういうことになります。だからそれによっても少し体の傾き具合が異なりますよね。こういうことをよく研究していただきたいんです。で、親指の位置も今ご覧のように、例えば前制覇型で行うのであれば、当然これを深くまで入れませんから、この辺まで4弦までしか入れませんから、親指の位置は低めになるということですよね。半制覇型で行うのであればレギュラーグリップからの変化なので、短い時間でも捕まえようとしている、空中から殴りに来るのではなくて一瞬捕まえてから弾こうとしている。これ音色音量のコントロールを殴る動作の中でするよりは、捕まえてしまえば力の量、抜ける方向や角度を変えることで音色音量は自在にコントロールできますから、掴むということが非常に重要だということになります。全部掴んじゃってますね。では7小節目の13フレットと0フレットがありますね。3弦の13フレットがメロディーで、2弦の開放弦が伴奏だとすると、長い中指が担当する2弦の方が音量が大きくなりがちです。これだとまずいです。これは音量を大きくした弦の指、これを指を伸ばし加減にしてより一層押し込むんです。するとその弦の音量が大きくなります。よろしいでしょうか。ギターの音量というのは押し込まれた量イコール音量です。4弦の11フレットの音が C シャープ、そしてこれが BA シャープ、 A のナチュラル、そして G シャープというふうに、特にここからはずっと半音階で極めて滑らかな下降線を取らせていますよね。まあ、ここは1音ありますけれども、まあ、こういう下降線を一つの特徴的なラインとして、内声進行として置いているということで、1番4番5番の主要3コードでもってもうここ全体を作っていますね。もうご覧の通り全く同じですよね。で、まあハーモニックマイナーとして5番のコードを7化して B7 を取っているので、それぞれの部分はキーオブ E ハーモニックマイナーということになります。